さて、戦隊もの敵ぶっ潰してやる。今日何分で倒せるか。2分もかからぬだろうな。大きく出たな。しかしそれだと1秒につき8体くらいの敵を倒す計算になるぞ。そうなのか。単純な計算だが、まさかわからないのか。そのまさかだ。そうか。それは困ったな。いや、何も困らん。戦に算数は関係ない。我の拳の前には割り算も掛け算も意味を持たぬ。意味を持たぬ。なぜ我の前では 1+1 は100にも200にもなる。1000倍だぞ、1000倍。 D さん、それには異論だらけだな。なんだと。これでも私は教師。算数が無意味と言われて黙っているわけにはいかない。忍び学校の教師は忍びだけ教えていればいい。違うか。大道士、それは教師の仕事をバカにした発言だ。ならば私が教師としてお前の弱点をついてやろう。我の弱点、そんなものがあるわけなかろう。いや、ある。ない。ある。ない。 7×8、 6×4。 バカだ。こっちがバカなって気分。本当にわからないか。無論だ。大学レベルの数式を出されても我に答えられぬわけがなかろう。大道士、それがお前の弱点だ。バカな。我に弱いところなどない。いや、弱いだろ。頭が。頭だと。我の頭は山をも砕く。弱いわけがなかろう。 3×7。 リンさん、我を挑発しているのか。そう思ってもらっても別に構わない。よかろう。ならばこれ以上の口論は無用。我に弱点などないことはこの拳で証明してみせよう。そうやって全てを拳で解決しようとすることこそ大道士の弱点なのだが。そんなトンチみたいなことを言われてもよくわからぬ。わからぬのか。そうか。その哀れんだ目はやめろ。とにかく戦いで勝利を収めさえすれば何も問題はないはずだ。仕方ない。では私も実戦でお前に教えてやろう。頭を使った戦い方というやつをな。うわー、ミラリンさん、血を裂くほどの我の頭突きの威力を。敵の残存兵力などを考えず闇雲に戦い続けるだけでは敵を殲滅する前にスタミナ切れを起こすぞ。スタミナ切れだと。ならば肉を食らいながら戦い続けるのみ。そんなお行儀が悪いことは私が許さん。もっと頭を使って敵を叩け。陰一が一、陰二が二。服を叫びながら殴ればいいというものではない。しかもそれは一の段だ。ではどうすればいいのだ。敵の兵力を把握し、己の体力や化け物の残り数のことを考え戦うペースを決めろ。それが頭を使って戦うということだ。任務達成。私も結構。
構やるでしょう。これも修行の成果ね。これにいたしましょう。二人の物語でございます。派手にぶちまけるわよ。いってらっしゃい。さて、千体もの敵を何分で倒せるか。2分もかからぬだろうな。大きく出たな。しかしそれだと1秒につき8体くらいの敵を倒す計算になるぞ。そうなのか。単純な計算だが、まさかわからないのか。そのまさかだ。そうか、それは困ったな。いや、何も困らん。戦に算数は関係ない。我の拳の前には割り算も掛け算も意味を持たぬ。意味を持たぬ。なぜ我の前では 1+1 は100にも200にもなる。千倍だぞ、千倍。D さん、それには異論だらけだな。なんだと。これでも私は教師。算数が無意味と言われて黙っているわけにはいかない。忍び学校の教師は忍びだけ教えていればいい。違うか。大道寺、それは教師の仕事をバカにした発言だ。ならば私が教師としてお前の弱点をついてやろう。我の弱点、そんなものがあるわけなかろう。いや、ある。ない。ある。ない。 7×8、 6×4。 バカだ。こっちがバカだって気分だ。本当にわからないのか。無論だ。大学レベルの数式をなされても我に答えられるわけがなかろう。大道寺、それがお前の弱点だ。バカな。我に弱いところなどない。いや、弱いだろ。頭が。頭だと。我の頭は山をも砕く。弱いわけがなかろう。 3×7。 リンさん、我を挑発しているのか。そう思ってもらっても別に構わない。よかろう。ならばこれ以上の口論は無用。我に弱点などないことはこの拳で証明してみてよ。そうやって全てを拳で解決しようとすることこそ大道寺の弱点なのだが。そんなトンチみたいなことを言われてもよくわからぬ。わからぬのか。そうか。その哀れんだ目はやめろ。とにかく戦いで勝利を収めさえすれば何も問題はないはずだ。仕方ない。では私も実戦でお前に教えてやろう。頭を使った戦い方というやつをな。うわあ、ミラリンさん、血を裂くほどの我の頭突きの威力を。これのどこが弱点なのだ。敵の残存兵力などを考えず闇雲に戦い続けるだけでは敵を殲滅する前にスタミナ切れを起こすぞ。スタミナ切れだと。ならば肉を食らいながら戦い続けるのみ。そんなお行儀が悪いことは私が許さん。もっと頭を使って敵を叩け。2×1=1。2×2。九九を叫びながら殴ればいいというものではない。しかもそれは一の段だ。ではどうすればいいのだ。敵の兵力を把握し、己の体力や化け物の残り数のことを考え、戦うペースを決めろ。それが頭を使って戦うということだ。任務達成。
私だってできるんだ。どう？私も結構やるでしょ。ちょっとずつ成長してるみたいね。これにいたしましょう。皆の物語でございます。私なら大丈夫。大丈夫。いってらっしゃい。任務開始。バルフツショット！ 良すぎじゃないの？